こういろいろな音楽をこうレコーディングされるときに海外に行かれることもあると伺ったんですけども、はいはい、やっぱり海外で撮るとやっぱ音が違うかったりするんですか？ヨーロッパとかってまあ、楽器によく適してる乾いてる空気が楽器によく適してるので、はあ、まあ、すごく弦とかの鳴りはいいとかすごく言われますよね、はあ、あとはそのホールとかも歴史があって、その空気もそうだし、その木の馴染み具合とかそういうので音がやっぱり変わるってよく言われるんですよね。海外だからこそ大変だったこととかってやっぱりありますか？やっぱり言葉の壁ですよね、はあ、一番伝えるときにこう的確に伝えるっていうのがなかなか難しくて、まあ、特に音楽のことですし。そうなんですよね。なのでなんていうんですかね、あそこでこうなんか草原でこう角笛が鳴ってる感じとかっていう、そういうそういうホルンの音が欲しいみたいな、そういうプロっぽくないというか漠然とした説明とかってなかなかやっぱり伝えられなかったりとか、はい、歌うと割と通じたりするんですよね。でも私実は音痴なので。え音痴なんですよ。そうなんですか。え今歌ったのよくわかんないみたいな。ただやっぱりその音楽そのものっていうのはこう奏者の方も汲み取ってくださろうと、やっぱりその楽譜からとか汲み取ってくださろうともちろんしてくださるので、言葉の壁はあるけれども、言葉の壁でものすごく苦しむかっていうと、まあ、そこまででもないかなとは思います、うん、言葉以外で大変だった事件的なことってあったりしますか？レコーディングとかの環境とかももちろん違うので、はい、出来上がってきたデータが全く思った通りにいかなくて、こう海外で本当はミックスもして作るつもりだったんですけど、はい、全部日本に持ち帰って日本でミックスをしましょうって話になった時に、はい、そのデータがいわゆるプロツールスっていうのを大体皆さんどこでも使ってるんですよ、はい、そのプロツールスじゃなくてデータが、はい、それを再生できるのがない、日本に実は2つしか機材がないって言われて、はい、それも音楽スタジオとかじゃなくて放送局にしかないって言われて、はい、どうすんのっていうことになったことがありますね。これはもう本当日本じゃ絶対起こらないことですよね、はい、それはちなみにどうされたんですか？借りることはやっぱちょっと難しくて、そんな貴重な機会なの で、はい、で結局向こうでそのプロツールスのデータに全部直してもらうっていう形にして、まあ、だから環境が違うとそんな違うのかなとか、あとプロツールスが入る前とかはマルチテープってこういう大きいねリールを持って行ったことがあるんですけど、はい、日本から、はい、まだそのデジタルも入ってないスタジオだって言われたので、デジタルのテープだとまあこれぐらい大きくてもこれぐらいの厚みなんですけど、はい、アナログの48なんてもうすごい分厚いテープなんです。それを3本とか、はい、出張で持って行ってなんかみんなで手分けして持って行ったりとか、結構そういうの大変でしたね。でも日本だったらもうポンってパソコンで撮れるのにとか思って。そういうことがありました、ね。まあ、でも音のこととかを考えるとっていう、やっぱり海外で。そうですね、その時はまあ、レジェンドマナーだったんですけど、はい、スウェーデンのアーティストさんにアニカさんっていうアーティストさんに歌ってもらいたくて、でそこまでやっぱり取りに行かなきゃいけない。そのスウェーデンのストックホルムのスタジオがアナログのそのシステムしかないっていうので、もうじゃあもう持っていこうっていう形で行ってきましたね。いや、聖剣伝説をプレイしてる時にそのテープ重いまではさすがに想像できなかったですけど、テープ重いし、そのテープを持ち込もうとしたら航空会社の最初のチェックインの時に、はい、すごく怒られて、もうそのテープを諦めるか乗らないかどっちかにしてくれみたいなこと言われて、いやでもこれ持っていかないと録音できないんだけどみたいな形で結構いろいろ交渉して、いや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 、でも僕はもうその税関とかにも、あなたストリートファイター2って知ってるって言ったら全世界オールパスやと思ってるんですけど、あれ私よって言えばいけそうな。でもなんか聞かれたことはありますね。なんかコンサートとかで行くと、なんかなんだお前はアーティストなのかってか言われるので、うん、いやアーティストじゃなくてコンポーザーだって言ったらもっと驚かれるんですよね。でコンポーザーってどんなの作ってんだ、はい、みたいな話になって、全然私英語喋れないんですけど、やっぱりストリートファイター2ってすごい、はい、特にアメリカとか通じるので行ったら、はい、
ありますよその漂流権言いたいですもん。そうなんです、あのイミグレーションの係員の方がクールだねみたいな感じで言ってもらったりとかして、あのそういうことはありました。いやでもその2つ FF キングダムハーツとやっぱり世界的なゲームをたくさん担当されてますから、